本日紹介するカレーはこちら、京都バサラ。今日から1週間箱に入ってないシリーズやっとこうと思います。箱に入ってないから何なんだって話なんですが、このバサラ、皆さんも最近ではゲームになってて聞き馴染みのある言葉ですよね。ここで言うバサラっていうのは京都にあるカレー専門店のこと。そもそもバサラというのは歌舞伎者の大名が室町時代に呼ばれていた呼び名なんだ。つまりこのカレー専門店バサラは歌舞いてるお店っていうこと。歌舞いてるってどういうこと？そう、俺みたいなこと、独創的、そういうことかな。それでは行ってみたいと思います。プリーズディッシュ。うん、いい香り。こういう香りがするみたいなのはない。カレーの香り、一般的なね。いただきます。ジェネラルテイストの中にドロッカリーテイスト。パッて食べた感じ普通のカレーなんだけど、深いね、深みがある。なんかトロピカルな感じもする。うん、このパッケージみたいにね、トロピカルな感じ出てるよ。牛肉いただきます。なんかわざと筋っぽいとこ使ってる感じかな。美味しい。そんな硬くなくて筋張ってなくて、でもトロッとして、うん、そんなめちゃめちゃ辛いわけでもなく甘いわけでもなく、こう染み込む美味しさというか、うん、普通に美味しいっていうしかないね、これはね、うん、カレーが美味しいっていうことを思い出させてくれるカレーになってると思う。京都バサラ、こちらのバンディポイントは19。バンディポイント、味とっても良かったんです。すごく美味しかった。でも個性、いかんせん個性が伸び悩んだ。いやでもね、普通のカレーってとっても美味しいですね。今日のカレーもとってもミミカリー。僕の心はレトルトパウチ。